あの熱中症に、ね、注意しながらそうでしたいと思いますけどね水分そして、ね、塩分の補給を忘れずにお願いいたします、はいはい、では今週もニュースからお伝えします今朝早く上町の山林で20代の男性がクマに襲われ怪我をしました先週もクマによる人身被害が起きていて県はこれまで出していたクマ出没注意報を警報に引き上げました 警察と消防によりますと今日午前5時40分ごろ上町鹿野原南滝庭の山林で大崎市に住む20代の男性会社員が体長およそ1メートルのクマに襲われました男性は唇と腕にけがをして自ら消防に通報しました男性は一人で野鳥を観察中だったということです県内では今月10日にも、 大崎市の山林で畑作業中だった60代の男性が襲われ足に怪我をしています人身被害が相次いだことを受け県はこれまで出していた熊マ出没注意報を警報に引き上げました県は秋にかけて熊の出没が増えると予想して警戒を呼びかけています